それもまた怪しい雰囲気の顔ですけどね。ね、V12 3速からちょっと嫌ですよ、はい、嫌な加速するっすよ。本当ですか。アジト、うお、あらーすごいわ。ちょっとまず早速このセンチュリーの方からね、お話いろいろお伺いしたいんですけれども、これ社長あれですか、もうとりあえずお店のデモカーというか、まあ社長の普段の、いや、まあまあ個人 あのプライベートで好きな車を好きに乗ってるっていう、年式って前期タイプ、これが17年の中期ですね。中期になる、はい、中期だとまだあれなんですね、すりガラスなんですね。そうなんですよ、そうなんですよ、最後のすりガラスですね。これもまた怪しい雰囲気の顔ですけどね。ね、本当に、うん、だけどあえてのね、このボディカラー、そうですね、この色がたまたま好きで、はい、東京の方の産廃屋の社長が乗ってた車で、はい、エンジンやっつけちゃったんですね、下回り。そう、突き上げてオイルパンもダメにしちゃって、でエンジンいっちゃって、はい、うん、でもう廃車だっていうんで、はい、うん、なんか安く買わねえかっていうんで、はい、僕はボディだけ買ってきたみたいな。あ、でも側だけ運んできたみたいな、はい、そうですで、うちでエンジン乗せ替えて、はい、で、どうせもうミッションも外しちゃってるんで、はい、でもうずっとこのトヨタの V12 でマニュアルやりたくって、はい、じゃあせっかくだから作っちゃおうかって言って、はい、そう、乗せ替えられたエンジンは元々のセンチュリーの V12 の、元々の年式は一緒のエンジンを乗せたんですけど、はい、距離のまだ少ない方のエンジンを見つけてきて入れたんですね。はい、すごいな。でもその産廃屋さんの社長さんびっくりしたじゃないですか、もう、ね、復活しちゃってるんですもんね。そうですよね、はい、うわーすごい。じゃあもともとはもうドノーマルの状態のセンチュリーを、そうですね、ドノーマルですね、そういうことですよね、はいはい、仕上げられたということで、うん、これ外装でいうとこれリップがついてるんですかね。そう、リップだけ、はい、はい、これジャンクションさんなんですか。これは、はい、なんだっけな、アーティシャン、どこだ、アーティシャンスピリッツかな、アーティシャン、はい、どっちかですよね。そうですよね、はい、いやかっこいいけど、やっぱこのボディカラーだとなんかいかつい、近寄りがたいというよりもエレガントというかおしゃれな感じで。そうですね、はい、僕はスポーティーにしたくて車幅灯もないし、そう、そっか、そう、これからだからボンネットマスク、そこも埋めたいし、はい、ウィンカーも埋めたいし、はいはい、ピラーのエンブレムも外したいし。なるほどね、はい、まだ完成体なわけじゃないんですね。そうですね、はい、エンジンもこれからやりますし、エンジンはまだ普通の V12 のまま、 V12 でちょっとスロットルいじって、吸気系とかはそのまま、吸気系はクリーナーとか、はい、まあ吸気はできても、吸気配置はやってる、あとでボンネットの中も見せてもらっていいですか、はいはい、わあ、そういうことなんですよね。これ視聴者さんね、まあ、今センチュリーのいつもね外装だとかカスタム紹介なんですけど、これ実はねもうマニュアルのレーシングマシーンになる、いやいやいや、まあまあマニュアルになってます、ね、はい、今もうどうですか、日本に一台、世界に一台じゃないですかね。陸運局で1台目だって言われたんで、はいはい、1年ぐらい前に公認車検を受けたんですけど、はい、その時は陸運局で1台目だって言われましたね。すごいね、本日2024年2月の3日か、はいね、時点でセンチュリーをスポーティーに仕上げようって、過去僕も昔からギップカー読んでますけど、いたかなって感じですね。そのV12、トヨタの V12 のマニュアルっていうのをやりたくて、すごい社長、後でちょこっと5分ぐらいでいいので少し、はい、いいですか。はい、全然ありがとうございます。じゃあちょっとそのサイドね、こっちから行こうか、見させていただいてね、かっこいい、もうこの車高、うわーすごいな、この車高も、これ足はまあまあ純正のエアサスで下げてるんですけど、はい、まあ近いうち、はい、車外エアサスで特注でショックもちょっと減衰上げてもらって、はい、作ってもらう、もう予定でいますね、ダンブリッグなので、はい、いやこれまたね、このセンチュリーにこの5本スポークのワークのそうですね、なかなか斬新というか、はい、はい、ないな、この眺めがやっぱり今どうしてもね、いかつい方のねデザインのメッシュ系、ね、はい、カーテンとかもついてたんですけど、はい、やっぱスポーティーな雰囲気にしたくて取っちゃったんですね、はい、全部、はい、それでブレーキもがっつり入ってるんですね。そうですね、8ポット、はい、Kスポーツさんの、もともとブレーキがやっぱり効かなくて、はい、はい、やっぱ全然違います、違いますね、やっぱり、はいはい、やっぱ効きますね。いやーかっこいいな、この下げ方と、これ20インチになるんですか。20インチですね。そうですよね、いやセンチュリーにでもこういうスポーティーなワークさんのホイール似合うんだな。これあれですか、ディスクはもともとのカラーですか。いや、塗った、そうですよね、はい、それ黒で、はいはい、違う車両に入ってたんで、はい、それでまあその色にパパッと塗って、コンケーブでね、はい、かっこいいわ。リアなんて特に分かるよね、このね、はい、ね、このヘッドですね。本当はもっとね、アームから何からドラショーも詰めてナローにして、もっと太いのを入れたいんですね。あ、そのまま横ね、
でも純正エアサスでもスーパーローでここまで落ちるんです。 SS キットみたいのかましてるんですかこれ。かましてます。あ、やっぱりそうなんですね、はい、フロント縦ナックルで、はいはい、ショート。そういうことですね、はい、このフォルムはなかなかね、これ走るセンチュリーですからね。おー、マフラーも入ってんだ。まあ、今さ、まだこれ仮の段階で、はい、今作ってもらう段取りに。あ、はい、そうなんです。今ね、でも出口だけの車外マフラーって感じになってますか、ね、今、まあ、下からフルストレートですね。はい、試乗インプレッションで出すときにマフラー音も一緒にぜひ聞かせてください。社長、今もうイメージの形のから見ると何割型なんですか、はい、今この今の今日の時点で 40% ぐらいですよね。はい、社長ちょっとボンネット見せてもらっていいですか、はい、内装は後でね、試乗インプレッションの時に見させていただきながら。でも内装も綺麗だな。いやいや、もうそこも味と…うわ、カバーが…カバー取っちゃった。え、これ色塗ってんすよね、カバーね。これエンジン下ろした時に、はい、エンジンルームも全部、はい、中も塗ってます。あ、そういうことですね。うわ、これ2つね、すごいよね、V12 5スピード全部…これは後でついてんのかな。社長、これ5スピードっていうのは…はい、それ天命の輸出用の。あ、なるほど、そういうことですよね。ね、サモセンチュリーのね、スポーティー版があるようなもうエンブレムチューンで。いやー、でもセンチュリーでボンネット開けてね、このねタイプのエアクリが入ってるんで、はいはい、いやー、これはうちのチャンネルでも結構センチュリーオーナーさん取材させていただいてますけど、すげーって見るだろうな。いやいや、これからね12スロットルつけて、はい、うん、作って、まあ上に。うん、スロットルが出てるよ、ボンネット切っちゃって、はいはい、上にスロットルが出てるような仕様にして、ドラッグレースの車みたいな、もうそういうそういう感じですよね。もうストリートロットみたいな、もう雨の日上にバケツかぶしたみたいな、ね、そうですね、その時カバーだけつけて。そうですよね、はい、うわー、すげえな。それならこのセンチュリーのね、こう今のよ今日 40% の撮影としてね、はい、次また 100% の時にね、はい、社長ぜひ、はい、ぜひ見てもらえれば。すげえ、ありがとうございます。エアロなんかも作りたいし、やっぱりあ、ね、はい、社長あれですか、やっぱり例のやっぱりもうお店ならではのフェンダーもやっていく感じですか。フェンダーはあんまりちょっと意地じゃないです。バランス崩れちゃうのかな、センチュリーだと。社長的に見るとそうですね、なんか外装はやっぱシンプル、もうシンプルなほどいい、はい、はい、ありがとうございます。社長だ、締めていただいて OK です。いや、ありがとうございます。社長、ちょっと5分ほどでいいので試乗インプレッションという感じで、はい、ちょこっとこのセンチュリーでその辺、じゃあちょっとかける音と社長軽く踏んでもらってもいいですか、ついでに。あら、すごいわ。おー、なんすか、レーシングカーじゃないですかこれ。うん、あれ、これ違うね、徳ちゃん、今までね。かっこいいわ、鳥肌立ってるよ、車こそ。でもセンチュリーもともとね音は高いってね、かっこよ、いかず、なにこれ。スーパーカーの音ですわこれ。そうですよね、まあ、スーパーカー V10 とかですけどね。うおー、かっこいいわ、かっこいい。トキちゃん乗れるかな、失礼します、失礼します。というか僕こうセンチュリーにこう乗らせていただいて走るの生まれて初めてです。失礼します。シートビルド、画像的に、はい。お願いします、絵的に。ここね、自然ですね、もともとマニュアルが、しかも意外と硬くない、こんな下がってんのに。いや、全然今上げちゃってるんで。あ、変な感じ、感じだけど、もう乗ってしまえばあのセンチュリーの姿を忘れちゃいますね。そうですね、うん、でもハンドルの鳳凰のマーク見ると。おー、あー、この音ね。おかっこいいな。ねえ、乗り心地めちゃくちゃいいな。いや、まあ純正なんで、はい、いいでしょ、だってシートが違うんだから後ろは。マッサージついてるんですもんね。マッサージついてるんだよ。うわ、天井もさ、アルカンタラ風とかすごいわ。これはもう
社長あれですね、後ろ乗る車じゃないですね、運転する車になりましたね。楽しく乗れる車ですね楽しく車、はい、楽しく乗れる車にしちゃうっていうのが ねセンチュリーを全部もうブーツついてなんかね跡形もなく、そう最初ねこのパワーと ETCS つけるの忘れて、はいはい、これコンピューターに、はい、スロットルの回路で割り込んでるんですよ。あ、じゃあ抜けてるとそう押っそうと思って最初つけた時、はい、パワーにしとかないと遅いですね。なるほど、おーそうこれちなみに何のミッションに乗せ替えてくれるの？これはR154 っていう JZX のミッション。あ、車種でいうと、まあ、代表的チーサーとか、あ、チーサーとかね、あの辺の、はい、大変でした。大変じゃないことな、はい、大変でした大変です。そうですよね、めちゃ入りますね、はい、だからまあ普通にワイドで長いんですよ、はい、回転がずっと。面白い、乗ってて楽しいわ。そうですね、しかもこの音がね、 V12 3速からちょっと嫌ですよ、はい、嫌な加速するんですよ。本当ですかこっからまだ2速で引っ張っちゃう感じになっ、ね、引っ張っちゃう感じ長いんですよ、ねね、いやなんか今僕踏ん張っちゃいましたそうそう、徳ちゃん踏ん張ってただろ今。踏ん張るっすね、びっくりしただから意外と2トンの車重でこんだけ加速できるってことは、はい、やっぱり、まあ、まだまだ速くなるんだな。あ、そういうことですね。これエンジンコンピューター自体はそのまま、ノーマルです。でミッションオートマの方のハーネスをごまかしていかないと、はい、どうしてもセーブモードになっちゃって壊れてるっていうふうに車の方が認識しちゃって。なるほど。でその、まあ、オートマのハーネス1回全部引っこ抜いて、はい、で全部診断機使ってエラーコードずっと調べてって、はい、でちゃんとノーマルの状態で動くように加工したんですね、ハーネスを。すごいな。エラーです、全部消去して、しない、そうですね、はい、しないとちゃんと動かないっていう状態で。どっちかというと機械的なもんよりコンピューター的なものの方が面倒くさい。でもその年代の車ですもんね。そうですね、アナログじゃないですもんね。はい、これはちょっとぜひね、次 100% なのか 90% あたりの時またお声かけていただいて。まんま海外だと600馬力とか出してるんで。おー、はい、あ、海外でこのセンチュリーのエンジンでやってる方いるんですね。そうですね、ピストンからコンロッドから全部あるんですね、社外で。でもどうですかこの V12 エンジン、社長がこう面白いですか。いや、だからうんといいエンジンですよ、すごくいいですね。エンジンが好きでやっぱりこれも、で外装も好きですし、はい、これってなんかいろいろ話ある中で普段はなんか V6 で走る。V12 のまま動いてるぞっていう。やっぱりそうなんですね、はい、ただやっぱりその何でしたっけ、最初にブローしたエンジンの時は、はい、型バンクだったっす。でもちゃんと型バンクで、型バンクで動いてたっす。なるほど、はい、遅いっすけど、はい、これはいいインプレッションさせていただきましたし、とんでもないです。楽しい、おもちゃでよければセンチュリーおもちゃになっちゃうスポーツカーにしたくて。いや、いいですね、嬉しいわ。見た目重視で育ってきちゃってるんで、いや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 、こういうやっぱ乗って楽しい、見て楽しい、運転して楽しい、ね、そうですね、ありがとうございます。はい、これは徳ちゃん車詳しくなくても面白かったんじゃない、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、うわー、あ、これですね、わかるビップすぎちゃってさ、ドアハンドル探しちゃったよ。よいしょ、いやすごいですね。また楽しみにしてますので、引き続き社長、車小僧チャンネル引き続きよろしくお願いします、はい、こちらこそよろしくお願いします。さよなら。かかり方もさ、こうやってかかるもんね。そうですね、エンジンがこれ RB26。 おーお
よろしくお願いします。